レオン・ガンベタ・レオン・ガンベッタは19世紀フランスの政治家。ガンベッタの父、ジョセフ・ガンベッタ・ガンベッタの母マリー・マドレーヌ・マサビー1870年10月7日、景気級、アルマン・バルベス号で法医科のパリから出発する、ガンベタ・ジャック・ギオーとジュール・デディエの共作1838年4月2日、カオールで生まれた。父は、ジェノバの食料雑貨商で、母は、 マサビーという名前のフランス人。15歳で事故のため、左目を失明する。カオールの高等学校で頭角を表した後、1857年に法学を学ぶためパリに出て、1859年に法廷弁護士となる。法学の勉強中より、フランス第二帝政への反対で知られ、ポール・アル・マンシャルメル,イコールラ・クールが編集する自由主義派の評論誌にも寄稿した。 それまでは名の知れた人物ではなかったが、1868年11月17日に、ジャーナリストのルイシャルル・ドレクリューズの担当弁護士に選出されたことで、一躍有名になった。ドレクリューズは、ジャンバティスト・ボーダンの記念碑を建てることを支援したとして、起訴されており、ガンベッタはこれを利用して、政府とクーデター自体を攻撃したのであった。 1869年5月の議会選挙では、パリの選挙区で、ラザール・イポリット・カルノーを破り、マルセイユの選挙区で、アドルフ・ティエールとフェルディナンド・レセプスを破って、立法院議員に当選、マルセイユの代表として議員を務めた。議員就任して、すぐ議会で、訂正批判を展開した。1870年の不仏戦争をめぐり、最初は、改選に反対したが、後に、 フランスが改戦を迫られたと納得して、他の共和主義派と違い金銭法案に反対票を投じなかった。そして、セダンの戦いの知らせがパリに届くと、ガンベッタは強行策を主張、立法院でナポレオン三世の敗を宣言した後、パリ市庁舎で共和国政府の樹立を宣言した。これにより成立した国防政府で内務大臣を務めた。ガンベッタは、 他の閣僚に対し、パリを脱出して、地方の都市で政務を取るよう助言したが、他の閣僚が、パリでの、さらなる革命の勃発を恐れて拒否、代わりに、地方でのレジスタンス運動を行うよう死者をトゥールに、派遣した。ガンベッタはこれを非効率的と考え、10月7日に、写真家で気球研究者でもあった、ナダール率いる、気球部隊の偵察、輸送用気球、 アルマン・バルベス号を使ってパリを脱出し、トゥールにあって5ヶ月間、フランス政府主犯となった。以降も根強くドイツの軍勢に抵抗したが、12月初にオルレアンが陥落すると、ボルドに移ることを余儀なくされ、翌年1月末にパリも降伏すると、ガンベッタもオット・フォンビス・マルクへの降伏を受け入れざるを得なかった。1871年フランス国民議会選挙で、 9県から大議士に選出され、3月1日にボルドーで招集された議会では、ストラスブールの代表として、議員を務めた。しかし、ストラスブールは、不服戦争の講和条約である、ベルサイユ条約で、プロイセン王国に割上される予定であり、国民議会が、ベルサイユ条約を批准するとガンベッタは激怒して、議員を辞任、一旦はスペインに引退した。 同年6月に帰国した後、7月に三県の大義士に当選、11月5日には、ラレピブリク・フランセーズという雑誌を創設、同志はすぐに、フランスで最も影響力の大きい雑誌になった。また公衆演説もして回り、帰国してすぐボルドーで演説したほか、1872年11月26日には、グルノーブルで、 新しい社会階層が政権を握るだろうという共和国の未来構想を述べた。1873年5月にアドルフ・ティエールが失脚して大統領を辞任、応答派のパトリス・ド・マクマオンが公認となったが、ガンベッタは名誉に対し中道路線を取る、要説得。1875年の憲法的法律を可決させた。ガンベッタの中道路線は後に、 共和派オポチュニスト党と呼ばれるようになった。強権主義者が、強行の世俗権力を復活させようと運動を始めると、ガンベッタは1877年5月4日に、強権主義を敵として批判する演説をした。同16日、マクマーン大統領が、強権主義を支持して、議会クーデターを起こそうとすると、ガンベッタはマクマーンへの抵抗運動を組織した。辞任は避けたいが、 内戦も戦いたくないマクマウンはやむなく、中道共和派のジュール・アルマン・デューフォールを首相に任命した。デュフォール内閣の総辞職により、マクマウンが大統領を辞任すると、ガンベッタは同年の大統領選挙への出馬を辞退、代わりにジュール・グレビーへの支持を表明した。組閣の要請にも辞退したが、代わりに1879年1月に大議員議長に就任した。 その後も大議員で、たびたび演説したものの、できるだけ中立でいようとした。1881年フランス議会選挙で、ガンベッタ派が勝利すると、ジュール・フェリー内閣はすぐに総辞職した。クレビ大統領はやむなく1881年11月14日に、ガンベッタを首相に任命したが、ガンベッタは、独裁を企んでいると疑われて、政敵の攻撃にさらされ、 1882年1月26日には内閣総辞職を余儀なくされた。ガンベッタはイギリスとの同盟を支持して、ムハンマド・アリー・アッサ、エジプトで勃発したウラービー革命への介入をめぐり、イギリスと共同補助を取るものと予想されたが、ガンベッタ内閣が早期に崩壊、公認のシャルルド・フレシネ内閣はエジプトに介入しなかった。 1882年12月31日、セーブル近くにある自宅で、リボルバーの暴発により、死亡。1883年1月6日に、埋葬された。ブリタニカ百科事典第11班によると、ガンベッタの死には、自殺説もあったが、事故であったことは確実であるという。1905年4月、ジュール・ダルーによる、記念碑がボルドーに設置され、その除幕式が、 エミール・ルーベ大統領により行われた。ブリタニカ百科事典第11版によると、ガンベッタの功績は、夫婦戦争中のレジスタンス運動により、フランスの自信を維持した、旧神共和派を説得して穏健な共和制を受け入れさせた、マクマオン大統領の顧問による王政復活を阻止したの3点が挙げられる。生涯独身だったが、レオニー・レオンという愛人がいたことで知られる。 レオニーは1871年以来、ガンベッタの愛人で、ガンベッタは結婚を望んだが、そのキャリアに傷がつくことを恐れて、レオニーはが演じなかったという。自由民権運動期の日本において、中江町民が東洋のルソーと呼ばれるのに対して、ババタツイは東洋のガンベッタと呼ばれたように、ガンベッタは同時代には日本でも知られていた。川端康成にガンブツタの 恋物語という読み物がある。ありがとうございます。